ちょっと変わったゲームです。異能のカルテ。はい、ゲーム説明文。異能を秘めた子供たちの対話を通して、彼らの持つ力の詳細を明らかにしていくアドベンチャーゲーム。どうやらね、主人公、まあ自分はカウンセラーらしいんだよ。そして異能、超能力的なスーパーパワーを持った子供との対話をするというこの子ですか？あら、新しい先生なのね。何？じゃあ今までの先生はどうした？食ったんかお前が。はじめまして。この時間って必要なんかしら？見た感じなんだ。これなんか鉄格子があるし、この部屋でこの子は研究されてるみたいな。そういう感じなのかな。私、お花に水をあげなくちゃならないの。早めに終わってもらえると嬉しいわ。怖え。あなたは施設に招かれた、カウンセラーです。対象との会話を通して個性や異能の詳細を把握し、カルテの情報を埋めることがあなたの仕事です。正気を維持しつつ、信頼を積み重ねて、できるだけ多くの情報を聞き出しましょう。正気を維持しつつ、自分が食ったりすんの？なんか、ハートとこ、この脳が正気具合なのかな。で、今、17時。で、基本的にはポイントクリックしていくと。で、これがカルテ。ネーム、エリカ。12歳。2月15日が誕生日で、今からいろんな質問をして、この性格、好きなものを、こだわり、トラウマとかで、能力の詳細、対処方法とかを聞いてくんだ。まあでも簡単には教えてくんないだろうね。何をクリックすればいいんだ。クレヨン気になるよね。クレヨンを手に取った。それで4色のクレヨン、あまり使い込まれた形跡は見られない。使う。クレヨンをエリカに見せた。好きなものを書いていいの？書いてごらん。できたわ。どうかしら。なるほど。これで今好きなものを書いてくれたんだ。上手だと伝える。何かわからないと伝える。怖いよね。なんかどんな表紙で切れるかわかんないじゃん。上手だと伝えてあげるべきか。でも何を書いたかわかんない。まあいいや。上手。部屋に飾ることにしようかしら。エリカが微笑んでいる。お、これはハートが1個増えたってことは、なんか信頼度が上がったんかな。何の絵描いたんだ。見れない。見れない。なんでだよ。じゃあ他のものは。ティッシュは関係ない。やっぱりこのクマちゃん気になるよね。クマちゃん、ぬいぐるみについて聞いてみよう。手作りなの。お裁縫が趣味。お、わかった。今では私の大切なお友達よ。器用だね。貸してほしい。怖い。貸してもらうの怖いけど、ちょっと貸してもらってもいいかい。大切なものなの。なんか顔にちょっとひび入ってない？入ったよね、ピキって。とてもとても大切なお友達なの。お、渡してくれたが人に触れてほしくなかったようだ。渡してくれたんだ。中身は何だろう。少し生々しくかと思えばゴワゴワとしている。エリカにぬいぐるみを返す。でもさ、この子の能力気になるな。やっぱりキレさせたら見せてくれる気がする。返しません。カウンセラー資格。ぬいぐるみ手に入れちゃった。これエリカの手作りのクマのぬいぐるみ。生々しくかつゴワゴワ。それどういうこと？使う？どうやって？ぬいぐるみよく調べた。怒ってる怒ってる。ピキってらっしゃるよ。エリカに睨まれてしまった。あー、信頼度なくなって、で自分の正気度が一個下がったってことか。で、一回行動することに時間が進んでいくんだ。何時までかな？ 1 時間かな。で、カルテは今のところまだわからないと。じゃ次どうしよっか。これジュースを飲もう。エリカの？勝手に飲んじゃった。少し心が落ち着いた。あら、顔のピッキリはなくなったけど。それ、私のなんだけど。悲しい顔させてしまった。ダメじゃん。何にもならねえ。エリカ自身をクリックしたら、あなたはお花好き？おお、まあ好きって言った方が話が弾んで、ね、なんか言ってくるんじゃないかな。私も好きよ。お、信頼度上がった。正気度も治った。お部屋でたくさんの花を育てているの。戻ったらお花に水をあげなくちゃ。あ、じゃあこの部屋に住んでるわけじゃないのか。少し嬉しそうだ。まあカウンセラールームか。カウンセリングね。で、この監視カメラはクリックできる監視カメラだ。こう見張られていては居心地がいいとは言えないだろう。今だけ
これオフにしてもらうとかできないんだ。まあ、危ねえもんな自分も。あべ、もう40分だ。本。本棚には絵本や図鑑、教科書などが並んでいる。植物図鑑。これは使えるきっと。分厚い植物図鑑。いろいろな花や草木が詳しく紹介されている。使ってみよう。図鑑をエリカに見せた。この話をするにはもっと信頼を得る必要がありそうだ。ああ、じゃあダメなんだ。これがマックスぐらいいったら話してくれんのかな。時計は関係ない。まあ話聞いた感じ、草花が好きと。色的にもグリーンですね。あなたは私とお話して楽しい？いえ、こんな話をしても無駄ね。忘れてちょうだい。ああ、なんだろう。大人に対して警戒心が強いんだろうな。何か話したいことがありそうだったが、踏み込むには情報が足りない。55分。この植物は関係ない。あとできることはなんだ？やべ、もう終わっちゃった。もうこんな時間だ。今日はこれでおしまい？それじゃあ失礼するわ。あ、マジ？あ、なんだ、一日で終わりではないのかな。そういえばぬいぐるみ返してなかった。なんだ、中身が動いて。わかったよ。エリカちゃんの特殊能力は、ひどっ！ランク E？ エリカちゃんの特殊能力は草花を操るんだろうな。はあ、ははあ、何一つ記録はできなかった。これで終わりなわけ？あ、最初から？まあ E ランクというとてもひどい結果が今ので、どうしよっかな。好感度を上げていくにはまず何からいこう。クレヨンで変わらずお願いして、うん、ちょっと待って、でも気になるんだよな。何かわからないと伝えてみたいな。何かわかんない、ごめん、教えてもらってもいい？あなたには発想力がないのね。損ねました。結局何かわかんなかった。そっかそっか。じゃあこれじゃダメなんだ。じゃあとりあえず信頼度を上げてからだな。何をするにしても。もう一回できない？クレヨン使う。もう十分。ダメか。じゃあクマちゃんで、クマちゃんは、あ、そう、結局信頼度がないと話をしてくれない。これだいぶ失敗してるな。自分の水は？水を飲もう。少し心が落ち着いた。あー、これは自分の消気度を保つだけか。じゃ関係ないな。窓には鉄格子が設置されている。まるで刑務所のようだ。そんだけ？やべえ、無駄なものでどんどん時間食ってるな。話そう、普通に。お花は好き？好き、大好き。私も好きよ。お部屋でたくさんのお花を育てているの。戻ったらお花に水をあげなくちゃ。嬉しそう。で、信頼得たところで、クマちゃんについて聞いてみると。そして、貸してもらわない。器用だね。すごいじゃん。ただの趣味よ。少し嬉しそう。どうしよう。お、自信作なの。少し見せてあげてもいいわよ。貸してくれた。中身は何だろう。ここで自分の正気度が少し下がっちゃうと。なるほど、そうですか。信頼度上がってるから、ここで、植物の話をしてくれんじゃないだろうか。本、使う。図鑑を、エリカに見せた。あら、花の図鑑もあるのね。好きな花を聞いてみた。私と同じ名前の花、エリカ。この花は、私の憧れなの。ピンク色で、壺型の花が密集して咲くのが特徴の花のようだ。エリカはたくさんの花をつける植物なの。名前は同じでも、一人ぼっちの私とは違うわね。少し羨ましいわ。寂しいんだな、この子。花それぞれの形状が美しい。たくさんの花が揃ってこそ美しいと思わないかって、もう煽ってるよね。こっちだ。お！好感度マックス。この花はネガティブな花言葉が目立つのだけど、よく見ると一つ一つの花が個性的で素敵よね。同じ名前だからなんだか恥ずかしいわね。ありがとう。優しく微笑んだ。好きなものの情報をやっと書き込んだ。やっとだ、好きなもの。ジャノメエリカ。密集して咲く花だが、エリカはそれぞれの花の個性的な形状に変えているようだ。これ時間足りなくない？あと何できるっけ。時間、ティッシュ、花関係ない。部屋もない。普通にお話。
ああ、これで単純に時間が過ぎちゃうのかな？過ぎちゃった。関係なかったか。あとできること？これぐらい？ジュース飲んじゃったよ。ダメ、これ関係ない。これは絶対やっちゃいけないな。で、終わりか。で、さっきのクマちゃんエンドは見れずに、ランク D。これ性格もトラウマも、ここも、見れんのか？ちょ、もう一回やろう。さあ、もう一回最初から。無駄な行動はしない。まずは、クレヨンで、絵を描いてもらう。そして何を描いたかよくわかんないけど、上手じゃん。で、好感度上がりました。で、このタイミングで次、クマちゃん。クマちゃん、それ自分で作ったのね。わ、すごい器用じゃん。褒めてあげる。好感度さらに上げてく。そして次は、自分の小器用は多分どうでもいいんじゃないかな。これが1位になってからやっと焦るぐらいでいいと思うんだよな。はい。で、その次は、花。図鑑。やってから、最後にエリカと話せるんじゃない？で、ここで好きな花を聞いてみたと。で、質問というか、選択。花それぞれの形状が美しい。と言ってあげると。はい、好感度マックス。行きました。で、この、マックス状態で、微笑んだエリカちゃん。ここでやっと普通に、さあ、君の話を聞かせてもらおう。あなたお花は好き？好き。私も好きよ。で、戻ったらお花に水をあげなくちゃ。少し嬉しそうだ。あれ？もっと話したい。でもこれはさっき見たやつだな。性格とかトラウマとかどうしたらいいの？あと残り30分、半分ある状態で、あとできることはなんだ？もう一回本かな？違う本は？特に気になる本は見当たらない。嘘でしょ？時計違う。ティッシュ気になるけど違うんだよね。もう一回エリカかな？お！あなた、新しく来た先生よね。新しい環境ってどう？緊張する、楽しい。こういうの緊張したら逆にね、子供にも緊張が伝わっちゃうと思うから楽しいな。エリカちゃんと話すのすげえ楽しいな。たくましいのね。私は人との関係が苦手だから尊敬するわ。少し尊敬された。でも特に何もね、変わんないんだよ。もう一回話せない？お、話せる。あなたには仲のいいお友達はいるの？たくさんいる。あまり多くない。たくさんいるって言ったらなんか悲しんじゃうかな。仲いい友達なんて数人でいいんだよって意味であんまり多くない。そう、私と同じね。寂しそうに微笑んだ。カルテに性格の情報。なんだい？人と関わるのが苦手。そりゃそうだろうな。ハンソー。そういえば、前の先生はどうなったのかしら。どうなったんだい？知らない。どんな人だったんだい？私も特に親しかったわけじゃないんだけど、そうね、堅苦しい人だったわ。仕事優先で、私たち個人のことなんて見ていなかった気がする。子供と対話するというか、もう異能力者と対話しているみたいな、そういうね、研究対象として見てたんだろうね。施設の他の大人たちと同じね。あなたはどうなのかしら。探るように見つめられた。ハンソ、あんた私とお話していて楽しい？いえ、こんな話をしても無駄ね。あれ、いけない？この好感度マックスでも話してくれないことがあるのか。情報が足りない。こっから先情報を手に入れるにはどうしたらいいんだ？もう一回クマちゃん。おう、そうだね。もう一度聞いてみよう。この子は私を理解してくれるお友達なの。心を込めて作ったわ。友達を大切にしているんだね。少し子供っぽいね。違う、こっちでしょ。これが多分最後の選択だろうな。少し子供っぽいかしら。それでも私には大切なお友達で、私の一部みたいなもんね。
大事そうになってた。終わっちゃった。結局カルテは埋まらなかった。おしまい？それじゃ失礼するわ。結局能力についてとトラウマがいかない。これでも C か。まだ無駄があるんだろうな。これは新しい質問かな。あなたはこの施設の外から来たのよね。私はもうずっと外には出してもらえてないの。また大きな図書館や植物園に行きたいわ。いつか一緒に来い。これは絶対ダメ。それは難しい。絶対ダメ。いつか一緒に行こう。ありがとう。嘘でも嬉しいわ。わお、大人。エリカちゃん大人。まあ、12歳だもんな。12歳はもう精神的にはね、もう成熟してきてると言ってもね、過言じゃない子は過言じゃないんだよ。あなた私とお話して楽しい？あら？まだ行かない。で、さらに、お話。あなたはどうしてここで仕事をすることになったの？子供が好きだから研究のため。子供が好きだからって言ってあげた方がいいのか。子供扱いしないでみたいなことはないよね。本当かしら。疑われちゃったよ。終わっちゃった。なるほど。一筋縄じゃいかねえ子だ。ここの質問変えてみようかな。前の先生、知らない。そう。けど先生が変わるのはよくあることだわ。あなたとはあと何度会えるのかしらね。すぐに辞めると思われているんだろうか。そんなに関係ないな。さあまた最初からなんだけど、一旦試しにさ、自分のさ、この小気道さ、全部失わせてみるのもいいんじゃない？ってことで、どうしよっかな。全部ネガティブな方に持っていこっか。なんかわかんない。それ発想力ないのね。機嫌損ねるだけか。これはぬいぐるみについて聞いたら正気と下がるよね確か。ああそっか、そもそも話してくれない。お花は好き？あんま好きじゃないな。そう、悲しい顔をさせてしまった。あららら、らあんまよくないな。ジュース勝手に飲んで、あれ緊張する。そうよね、私も新しい環境や人と関わるの苦手よ。特にここにいる大人は仕事人間って感じで、あんまり好きじゃないわ。あなたはそうならないでね。自分のこと全く話してくんないから正気度も下がんねえ。友達たくさんいるよ。え、これ上がるんだ。あなたはお友達作りが上手なのね。あ、性格の情報。ああ、それは変わんないか。普通に話す。これはどっちでもないな。関係ないな。いつか外に一緒に行こうじゃなくて、それは難しいなと。そうよね。いいの分かっているから。あら、なんか自分の正気度を下げたいのにさ、ひたすらこの子を悲しくさせちゃってるな。ああ、なんか辛いな、それは。なるほど。これはダメだね。何の成果もなかった。クレヨンとかクマちゃんとか本とか使わないで普通にお話し続けるのはどうなんだろう。いい方向にね。お、新しい話。施設には他にも子供たちがいるわ。私はあまり行かないけれど、みんなはよく広場で遊んでるみたい。エリカはどうしているのか聞く。なぜみんなと一緒に遊ばないのか聞く。これはかわいそうだよな。どうしてるんだい君は。私、自室以外だといつも図書室で本を読んでるわ。あまり大勢でいるのは苦手なの。静かに読書をするのも悪くないわよ。本悪くはなかった。で、この部屋正直あまり好きじゃないの。あなたの、せいというわけじゃないけれど、なんだか息が詰まるわ。わかる。わかるよね。鉄格子もあるし監視カメラもあるし、もう最悪やの子ね。あなたもそうなの？普通の感性の大人がいて安心したわ。もう少しなんとかならないのかしら。エリカは部屋を見渡している。この部屋を見渡しているの時にさ、なんかすんのかな。監視カメラやってみるか。監視カメラ、居心地がいいと言えないだろう。だから何もならなかった。時間だけが過ぎていく。わあ、結局これは
よくない。情報が足りない。ここでクマちゃんかな。友達を大切にしている。まあでも時間が過ぎちゃうと。難しい。この施設には子供がいっぱいいて、なぜみんなと一緒に遊ばないのか。これはどういう反応するんだ。やっぱりそうだよね。悲しいよね。あー、そっか。一度話したもんな。ちょっと無神経じゃないかしら。あー、ダメか。お、新しい話。この部屋にも植物があるのねと。ちゃんと水をあげているの？自分が水をあげているよ。うん。って言ってあげたら、いいんじゃないかな。当然よね。あともうちょっと風通しを良くした方がいいと思うわ。それから、エリカからいろいろとアドバイスを受けた。なんか悪くない感じがする。そう、今回はずっとひたすら話してる。そろそろ終わりが近づいてきたかしら。ずっと普通にお話ししているだけだけれど、あなたはこれでいいの？お、本当は能力の話は聞きたいんでしょ？聞きたいけども、こんな子供に気を使わせるな。まずは君の本来の君のことを聞かせてくれというね。うん、能力なんか関係ないよねっていうね、スタンスを取ろう。あなた変わってるわ。呆れた顔された。ダメ。私とお話しして楽しい？あ、やべえ。違うの、ダメなのか。私は体に草花を宿しているの。そしてそれらを自由に操ることができる。自分から言ってくれた。それが私の能力よ。なぜ教えてくれたのか聞いてみよっか。うん。別に、知っている人は知っていることだもの。こんなに人ときちんとお話したのも久しぶりなの。だからそのお礼よ。カルテに能力の情報を書き込んだ。終わっちゃった。トラウマの話とかどうしたらいいんだろうね。どこで聞けるんだ。これでも C ランク。途中の選択変えよっか。さあ、5時45分。さっきの選択、能力聞きたいんでしょ？聞きたい。だとしたらちょっと悠長すぎたわね。私は別にどうでもいいけれど。話してくれないかい。なんでだよ。じゃあこうやってひたすらお話するのは良くないんだね。なるほど。好感度マックスにしてからアイテム3つをやるとか、そういうことかな。あれ、クマのぬいぐるみについて3回目聞けんじゃね？聞ける？あ、昔ね、喧嘩して仲の良かったお友達を傷つけてしまったことがあるの。私もカッとなって、その後のことはあまり覚えていないんだけれど、あの瞬間で唯一覚えている、私を見るあの目が忘れられないの。辛い思い出。これトラウマじゃない？人を傷つけるのよくない。違う、辛い思い出だね。君もそうしたくてそうしたくじゃないもんね。その子の家に謝りに行ったんだけれど、その子には会えなくてごめんなさい。昔の話よ。今はこの子が私のお友達だから寂しくないわ。お、新しい情報、トラウマ入った。なるほど。これさ、もしかしたとさ、好きなものを埋めればこっちの方も進めていけるんじゃないか。ってことで本だ。うん、クレヨンは関係なかった。やっぱりで、図鑑を開いて、花それぞれの形状が美しいと話します。うん、で、好きなものを教えてくれたよね。さあ、OK。だいぶ進んだ。あと15分。あとはひたすら話し続けていいんじゃないか？あれ？元気がない。辛い過去の話に触れたせいだろうか。あらあらー。いや、もう一回言ってんじゃない？もう一回行こう。あなたは私とお話して楽しい？あらー、これは？仕事人間ね、本当私を見てくれない。私はずっとずっと一人ぼっち。変わってる。友達になろう。能力のことを教えてほしい。友達になろうじゃないかな。うおー、怖い。そんなに簡単に言わないで。私の姿を見たら
恐ろしがるに決まっているわ。あの時のあの子と同じようにトラウマの話が鍵だったんだ。今までの先生と同じように。いえ、そうね、私あなたとお友達になりたいわ。あなたが私を否定しないように、そして私を恐れないように、あなたの頭も目も体もすべて私の一部にしてあげる。どういうこと？エリカちゃん、お友達になりましょう。でもこっから喋ってんの、あんた。エリカがとても恐ろしい姿に変化した。じわじわと自分の体に草花が蝕んでくる。なんとかしなければ。これ最後の選択っていうかね、残り5分。こんなんなっちゃうの、エリカちゃん。何これ、どうしたらいい？体内に宿した草花を自由に操ることができる対処。そう、残り最後は対処だ。間違うなよ、俺。これはもう普通に話すでいいんじゃないか？話す。あなたも私の一部にしてあげる。絡みついた草花を引きちぎる。説得する。こっちでしょう。そんなことをしても本当の友達はできない。と説得した。うるさい。あなたも私のことを恐ろしいと思っているわ。あの時のあの子も同じ目をしていた。ああ。恐ろしい。いや、怖がっちゃいけないよね。説得。エリカとの会話を思い出した。能力を持つ子供たちとしてではなく、エリカ個人のことを理解したいと伝えた。それは俺もずっと言ってるんだ。恐ろしい姿の私を見ても、あなたはそんなことを言うの？でも、あなたは私の話を聞いてくれた。あなたを信じてもいいの？友達になろう！お！体を蝕んでいた草花が引いていく。あなたは優しい先生ね。今までに来た先生はみんな私の姿を見てすごく恐れていたわ。でもあなたは私の姿を見ても恐れず私を向き合ってくれた。さっきは本当にごめんなさい。こんな私とお友達になってくれる？もちろん、これからもよろしく。これどっちでもいいよな。どっちかが勘に触るとかないよな。もちろん、もちろんですって、みたいな。いや、これからもよろしく。うん。次回も楽しみにしているわ。おお、やったんじゃねえ、これ俺。やった、おい、Sランク。話を聞く際は対象者を否定しないこと。自分が友達になると約束をする。うん、なんかマニュアルのように書くけどさ、これ本心からそう思わなきゃねって思わない？うん、はい、これで最高評価 S ランク取れて終わりと。あー、面白かった。いや、普通にやりごたえがあるいいゲームでした。ちなみにこの異能のカルテ、今のところこのエリカちゃんのお話しかないようだけど、まあ、後に追加されるような感じらしいんだよね。この施設には他にどんな異能力を持った子供たちがいるのか、楽しみ。